刺し網漁網は、魚類を捕獲するために用いる網である。漁業で用いられる漁具の一種。また、漁網を用いて行う漁労活動のことを網漁と総称する。なお、広く漁業用の網と定義される場合には養殖用のものも漁網に含める場合がある。様々な漁具の中でも漁網は、一網打尽の功のごとく、大量の水生生物を採捕できることから、 高い漁獲収益を期待できる漁具である。漁網を用いる漁法は、捕獲対象となる水生生物の種類、創業環境、創業規模などによって様々な種類が見られ、また、漁獲量を高めるための技術的努力、研究も盛んである。その一方で、漁業資源の維持という点では、漁網の使用は乱獲、本格といった問題を招きやすく、ほとんどの網漁は、 各種の法的規制の対象となっている。漁網、特に合成樹脂製のものは、適切な管理、処分を行わない場合に、海洋ゴミとなり、海洋漂流し環境破壊の要因となる。特に、太平洋ゴミベルトの46%は、漁網であるという。漁網は、網地、綱浮き、鎮糸、怒り、浮き樽などで構成されている。漁網は、 糸の結び目の有無により大きく二つに分けられる。手作業による網作りの図解漁網の修理風景。対象初期網の材料繊維には天然繊維と合成繊維があるが、今日ではほとんどの網糸に合成繊維が用いられている。合成繊維網が登場する以前は、アサイトモベン、ケ木綿、カラムシ糸、藁、クズ糸、サンシなどの天然繊維が、 伝統的に用いられてきた。しかし、天然繊維網の場合、網に付着する有機物や温湿度の変化、下記には付着する腐食中によって繊維が腐敗する速度が速い。そのため、これらの天然繊維網の場合、その使用や保存にあたっては最新の注意を払う必要があった。合成繊維網の最大の利点は、水中で腐敗しないことである。 その他にも利点として過酷な操業環境に耐えうる網の強度や人為的な操作を潤滑にするための様々な網の表面加工などが挙げられる。この合成繊維網にもいろいろな種類があり、様々な網両方の要請に従って、それに最適な繊維素材を選択する必要がある。例えば、底引き網などには、ハイゼックスなどのポリエチレン系、差し網や低地網には、 ナイロンなどのポリアミド系、巾着毛などには、テトロンなどのポリエステル系が使用される。1950年、日本漁業にアミラ漁網の使用普及が始まった。漁網は田辺悟の分類に従う。ありがとうございます。